大谷翔平、なかったことにする？ロサンゼルスドジャースの大谷翔平が、元通訳である水原一平氏と撮影した画像を公式インスタグラムから削除した。今回の違法賭博疑惑が浮上して間もなく、大谷は水原氏のフォローを外していたが、無二の盟友との決別を改めて内外に示した格好だ。削除された写真には、昨年3月の WBC で撮影された、マイク・トラウトとの思い出深いスリーショットも含まれている。そもそも掲載されていた写真の数は多くなかったが、水原氏に関連したものはほぼ全て姿を消した。水原氏は米メディア、エスプンの電話取材に対して、当初は大谷に借金の肩代わりをしてもらった、一緒にパソコンから送金したなど、具体的な内容を明かしていたが、翌日になって発言を全面的に撤回。大谷は何も知らなかったと話し、エスプンの記者が改めて、嘘をついていたのか？と問いただすと、そうですと答えたという。現地3月22日、MLB は公式声明を発表。大谷とドジャースから解雇された水原氏に対して、両者に関する疑惑を報道で知って以降、我々は情報収集に努めてきた。すでに正式な調査手続きを開始していると明かした。今後の数日間で事態が急展開を見せる可能性がある。弁護士の言いなりになるしかない。味方が敵になる瞬間ですね。残酷です。メディアに盗用されてあることないこと書かれるの防止するためでしょ。きっと怒りというより巨大な悲しみ。大谷選手なりの無言の関係断絶なのかな。通訳は最初からデイブ・スペクターに頼んでおけばよかったのにな。球団からも接触しないように言われてるのでは？この話は他人事ではない。人を信じすぎてはいけない。もう WBC の特集とかテレビで流せないのか。モザイクは何か嫌だし。こういうのって球団とか弁護士に言われてするんだろうな。なんか日本人らしくないやり方。大谷さん自分を守ってください。仕方ないけど残念です。いろいろな意味で大谷側が何が何でも無関係にしたいんだろうな。これまで水原さんとの日々はなくなるわけじゃないのに、ちょっと違うと思うな。どうやったら人の口座から送金できるのかわからない。黙って黙々と消す前に何か声明があるべきでは。やることが子供しみている。こうやって大谷のイメージもだんだん悪くなっていくようで心配。みんな大好き一平さんだったのにね。削除戦でも Google ピクセルで消せばよかったのに。